中島みちは、日本のノンフィクション作家。本名、高橋みち。旧姓、中島。京都府京都市出身。1948年、東京都立武蔵高等女学校卒業。東京女子大学英文化卒業。1953年2月に、大学卒業後、当時のラジオ東京に、アナウンサーに規省として入社。 1958年12月にラジオ東京を退社。1959年1月、ラジオ東京と食卓契約し、タレントアナ第2号に。1970年に中央大学大学院法学研究科修士、家庭修了。同年乳がん手術を機に医療の質や安全について関心を持って作家活動を始め。 一貫して患者の立場から医療改革を訴え、医療に法律が関わる問題とその接点となる、諸問題、医療制度、安楽死、癌の告知、臓器移植、尊厳死など生命倫理の問題医療に関する問題をテーマした作品の執筆、役所、評論活動が多く、脳死の状態を見えない死と紹介するなど、医療現場が直面する課題を社会に投げかけたり、 看護の日を発案し、制定を呼びかけたり、1975年に第1回ジュニアノンフィクション文学賞受賞、1994年には第42回菊池博賞を受賞したほか、日本医療機能評価機構評表員、日本訪問看護振興財団理事なども歴任。2015年10月29日に慢性呼吸不全のため、東京都稲城市の病院で死去した。 84歳ボーツ。夫は元 TBS 報道局次長の高橋正明。長男は TBS 記者の高橋和代。ありがとうございます。